高古墳は、滋賀県高島市勝野にある古墳である。琵琶湖西岸の中央付近、明神先の北六に、日吉神社が鎮座するが、2001年11月7日に、神社背後の散腹で行われた、上水道排水施設の工事中、頭骨など、良好に残存した石管が発見された。発見時は、事件性が疑われ、警察に追放されたが、 かなり古い時代のものという鑑定で、後に発掘調査に切り替わったという権威がある。箱型の石棺は、内部が種に塗られ、鉄刀、鉄拳、数の送信具が収められ、漢外には、鉄属一束が発見されている。鉄属の形式より、古墳時代中期、5世紀前半ごろの古墳と推定されている。なお、墳墓自体は原型を留めておらず、古墳型は不明である。 発掘調査後、排水施設を当初計画位置からずらし、古墳の保全整備が行われた日吉神社裏から排水施設までは舗装路が通じており、古墳見学時も利用できる。古墳名称は、麓の集落名の高から取られた。発見時の写真、副葬品の複製、複眼素像が高島歴史民族資料館に展示されている。石室はなく、 箱型石管が直接埋葬され、これは日本海沿岸の丹後地方に多く見受けられる埋葬方法であり、地域間の交流があった可能性も考えられている。石管は内寸で長さ 205cm、最大幅 42cm、高さ 30cm であり、石管の内面には赤色顔料の弁柄が塗られており、遺骨の周辺からは、 水銀種も検出されている。日本は酸性土壌のため、古代の人骨は残りにくく、遺跡から人骨が発見されることはあまりないが、2010年初夏、滋賀県大津市の宇佐山古墳群の13号墳からも赤色顔料が塗布された頭蓋骨が残存した箱式石棺が発見されている。石棺内に残っていた被葬者の遺骨から、 身長155センチメートル前後と、小柄、年齢が40から60歳前後の男性と推定されている。京都大学の片山一同教授の監修のもと、頭蓋骨から復眼を実施、扁平な顔立ちの中年男性が浮かび上がった。墳墓からは、高和歌国境の山々、眼下の街道、奥、琵琶湖の展望が良く、陸路と古城の交通要衝の地を支配していた。 豪族であったと推定されている。ありがとうございます。